やっぱり私もバドミントンをすごい長く6歳の時から始めて今27歳なんですけども、すごい長くこう続けられたなと思っていて、でもまあ正直やめたいと思う時期も何回かはあったんですけど、本当にここまで続けてこれたのは結構周りの支えだったりとか、すごいそういうのに助けられたなって自分はすごく思っていて、なんかまあやっぱ目標とか夢を持つこともすごく大事だと思うんですけど、本当に気づかない、なんか本当になんていうんですかね、身近なところに結構貴重な出会いというか、なんかすごい出会いをすごく大切にした部分が、なんか周りの支えで私はもっと頑張んなきゃとか思えたので、なんかそういうちっちゃいところに気づけたりすると、なんか一つの言葉とかそういう出会いを大切にすることで私はここまでなんか続けられたかな、逃げずに続けられたのかなと思っているので、なんか難しいことかもしれないんですけど、なんかそういう気づくっていうところ、ちょっと周りをこうきつい時に見渡してみるとか、そういうのがすごく自分の中で大切だったかなというふうには思っています。